孫権たちは地位を持って孫権軍を撃破した。息子の覚悟を見た孫権は仲間になることを快諾。反乱軍の陣容はさらに厚みを増す。ここに至り危機感を募らせた織田軍はついに本隊を動かす。大将は信長の側近明智光秀である。織田軍は反乱軍の主力が集まる地へ殺到した。彼らの目的はただ一つ、神秘の腕輪。異界の激戦は佳境を迎えつつあった。敵には芝氏殿、芝生殿がいるとか。あれ、もしかして親子で戦うんですか。ほう、面白い。奴らもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか私が確かめてやろう。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるかとても楽しみだわ。わらわもまた父上と戦うことになるのかの。じゃが引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか。父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのかな。ペルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。何としても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうか、ならば翔、元気、腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺は兄上にこき使われるのか。師匠殿、言葉を慎んで。こんな状況でも相変わらずね。敵も意外とやるの。一度引き万全の状態に戻すとしよう。翔、この異界でも相変わらずのようだな。少年を叩き直してやろう。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと師匠殿、相手も兄弟のようだ。気が抜けぬな。へえ、
兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。できながらいい連携だ。肝心の私にはわからないが、兄弟とはそういうものか。腕輪を素直に渡してくれるか。手荒なアグドはしたくない。すみません嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。敵がナオトラ殿の近くに。急いで守らないと。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。止めないとみんな壊れちゃうよ。あれは誰だ。あまりにも強すぎる。私のせいで味方がひどい目に。怖いですけど腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。この人間の記憶に留める。よくやった。褒めてやろう。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑む。ただの無謀か、それとも。よくできたわね。私も誇らしいわ。僕はナタ。腕輪を持つ人って君？はい、私がお相手します。だから他の人に手を出さないでください。まあいいよ。僕が興味があるのはその力だから。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。あら、懲りない子たち。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。我らにて無双の武を示せ。いいよ。
へえ、やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。どういう意味ですか？真の三国武将みたいですね。え、まさにそう。失礼しました。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。シゲン、お前の底力、この私に見せてみろ。いいでしょう、父上。あなたに挑める機会など滅多にない。攻撃せん。わらわも父上に挑みたい。なんとしても真意を聞かせてもらうのじゃ。ダメです。あなたは下がっていなさい。本気で来なさい、資源。私を失望させないことに。ははん。刃を抜けること、今はお許しください。この辺りが潮時か。降伏するとしよう。物分かりのいい子を好きに。思い通りになってくれて嬉しいね。ああ、もう降参降参。見るなり焼くなり好きにしてくれ。ラン、遠兵として参上いたしました。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。元気だね。バカ息子がまた迷惑をかけているようね。不満があるなら私にぶつけていいのよ。え、いえ、その残念だけど、ここまでね。みんな降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありませんね。よくできたわね。私も誇らしいわ。ようやく会えたのじゃ。わらわの成長お見せいたしまする。あなたという人は。ですがこの状況ではやむを得ませんね。敵将、そこを動くなよ。バカ息子たちの世話をしてくれてありがとう。もうあなたは帰ってくれていいの。家族で地獄を味わえるいい機会だったのに。半端に終わらせるなんてぬるい人たちね。二八これでやり。太陽が槍にかけ来たれ水流。敵が見事に負けちまうとはな。ここが地獄よ。一言でしょ。あなたとの死闘よかったよ。戦なき地平を見るため、あなたを斬る。敵を斬りまくる。力を及ばず。ですか、信長様、申し訳ありません。織田軍はなんとか撃退できました。ですが直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。織田軍はこの世界に迷い込んで困ってた俺たちを保護してくれたんです。私たちは恩を返すため光秀殿に協力していました。この戦いで
織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ、恩義があったのなら仕方ないわ。それにしてももう少し頑張ってくれると思ったけれど。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み父を超えてみせよ。はっ。そういえばあの妙な少年は誰なんだ。あの力、容姿、人間とは思えないが。ごめんなさい、私たちもよくは知らないの。出発直前急に現れたから。信長様を追い詰めてと言っていた気がします。信長様の仲間なのにどうしてそんなことを。ますます謎は深まるばかりですね。芝茂、天下の頂点を目指すぞ。芝市場って戦の真実を。これは執着。教えてやろうか、他の腕輪のありかを。おお、ついに見つかったのですか。小太郎殿、ずっと探してくださってましたもんね。腕輪が必要ならついてくるがいい。宝に群がる敵もいるがな。どんなに厳しい戦いになろうとも諦めるわけにはいかぬ。信長の真意を暴くためにも、ゼウスから世界を守るためにも、必ずや腕輪を確保しなければ。無双の部、ここに極まれり。
信行、弟の翔を見なかったか。いえ、お見かけしておりませんが。何がおかしい。いえ、思い出したのです。私も昔よく雪村を探していたものだなと。どこの世でもそれが兄の役回りなのかもしれぬが。芝生殿はどこにおられるのか、もう見当はついておいでか。ああ、おそらくかつて雪村を探していたお前がそうだったようにな。共にいる時間が長い分、行動範囲もある程度は読めるようになりますしね。雪村にはよく驚かれたものですが。私も昼寝中。金継殿は歌がうまい、それは分かったから。激闘の末、いい直虎の腕輪は守られた。織田軍と謎の少年ナタは即時撤退を敢行する。さらに風魔小太郎が反乱軍に朗報をもたらす。新たな腕輪が見つかったと。真田幸村と菅銀兵らは意気揚々とその地へと向かう。だが彼らの前に予想だにしない敵が立ちはだかるのだった。あれはオリュンポスの兵。まさかついにゼウスたちが本格的に進攻を始めたのか。その辺は偵察済みです。あれを率いているのはアテナって人でした。確かお知り合いですよね。ああ、ゼウスの娘、オリュンポスでも屈指の力を持つ女神だ。そして腕輪を盗んだ私を追っている。では新たな腕輪、そしてペルセウス殿をお守りするのが私たちの任務ということですね。それともう一つ、趙雲、漢光とかって人をはじめ劉備様のお仲間があっちについてるみたいっす。そんな、兄上たちと趙雲殿が敵？なんだと？優しき仁君よ、仲間に腕輪を譲り戦いを避けるか。いや、それはできぬ。事情は分からぬが、今の私がなすべきことは信長と話すこと、そしてゼウスから皆を守ること。そのためには力の源である腕輪が必要だ。ここで引くわけにはいかぬ。立派な覚悟だ。ではこの先へどうぞ。ペルセウス、もはや逃げ隠れはできぬ。父ゼウスを裏切った罪の重さ思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、神の本気がうかがえるな。ペルセウス殿、ご安心を。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。
腕輪のアリカはアテナが守っていく。守り方そう。南北には諸君の将が陣取る。戦術な中央を進めば戦いは避けられそうだ。彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。つらいが中央は避けて進もう。本当に趙雲殿が敵に。この目で見てもまだ信じられない。それに兄上たちまで本当に戦わなきゃいけないのかな。雪村、感服いたします。では、私が何とかしよう。君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。友、私が君、兄上。観客、お前まで。まずいにゃ。このままじゃ挟み撃ちにされちまいますで。ここは軍を二手に分けよう。我らは南から進軍するぞ。辛くないと言えば嘘になる。だからこそ趙雲殿だけに背負わせるわけにはいかないんだ。神職、裏切り者のペルセウスを仕留める。邪魔をする敵は誰であろうと切れ。肝心の分際で神を裏切るとは。神の勝手に人を巻き込むわけにはいかない。先に腕をさせるか。見事な腕だな。いえ、あなたこそ素晴らしいものの筆いらっしゃる。趙紫龍、参る。将、皆を守りきる。いざ尋常に勝負。俺の力が目覚めたか。全軍ここへ集え。腕輪を奪い返すのだ。どうにか撃退したか。ええ、腕輪も獲得できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情があるんです。どうにかできないだろうか。ちょっといい？頼みがあるんだけど。あれ？あんた、さっき敵にいた。お願い、観作たちを助けてあげて。無論、私もそうしたいと思っている。やはり、何か事情があるのだな。あのアテナって女神に龍禅様が捕まってるの。だから観作たちは仕方なく言うことを聞いてて、でもあんな悲しい顔を見てられない。なんと我が子が。だから私はこっちに来たんだ。観作を助けてあげたいから。わかった。今すぐは難しいかもしれぬが、
私としても彼らと戦い続けるのは胸が痛む。必ず何かしら手を打とう。よかった。そのためなら私もこれから何でも協力するんで。ああ、頼りにしている。悲しいこともあったが、仲間が増え腕輪も得られたことは良好だったな。あの腕輪に宿る力は分身キュウブユ、そして策にも長けた雪村殿にはぴったりだな。いえ、私などですが、戦力を増やせたことは何よりです。これからもなお一層奮戦しましょう。私のかっこいいとこれは執着。オリュンポスの神による本格的な侵攻、ダッキとリョフの動き、そして信長の目的、解き明かすはずが謎は増えるばかりだ。この複雑に絡み合った糸を少しでもほぐすため、やはりまずは信長に真意を問いたい。闘争を始めん。まさか素直に話してくださるはずもない。力のぶつかり合いになるのは致し方ありませんか。こちらもかなり仲間が増えたし、腕輪も二つある。挑むなら今って感じもするね。うん、これ以上時間をかけてあちらに二つ目の腕輪を確保されてもまずい。いざ信長のもとへ。天下無双の武、ここに極まれり。これは執着。戦はなる全ての者の不要、総身の力で我に挑むがよい。これは執着。優しいし上品だし、てかこの世界で一番かっこよくない？なんの、雪村様だって負けてませんよ。強いし優しいし天然だし、我が軍の中では一番のモノノフでしょうな。何それ、
私の観測が一番に決まってるじゃん。おお、私のとおっしゃいましたな。さぞかしお二人は良い仲ということで。それはそのなるほど。じゃあ私が恋の橋渡しを務めましょう。観作さんにその熱いよっぽっほ忍び。反乱軍を率いる劉備はついに迷いを捨て決心した。織田信長に真意を語らせるため覚悟と力を示すことを。織田信長は本拠の守りを固め反乱軍を待ち構えていた。人間同士の悲しき戦いに終止符を打てるか。織田軍との最終決戦の幕が今上がる。かつて信長に言われたことがある。これ式の力では自分に逆らうことも世を変えることもできぬ。そして彼の奥方や孫権殿は信長には覚悟があると言っていた。信念を貫き孤独な戦いを選んだのだと。私は正直迷っていた。皆で協力し合って共に危機を乗り越えたい。だがそのために信長と戦うのは正しいのか。私が立ち上がったことで家族やかつての仲間同士が対することもあった。私は余計な争いを生んでいるだけかもしれない。しかしやはり結論は同じだ。信長の目指すものが見えぬ限りあのやり方に従うことはできぬ。真意を話すに値するか試したいというなら私も覚悟を決めて戦おう。そして信長に力を示そう。劉備殿、その決意この雪村もお支えします。私たちの腕輪が信長様に対抗する鍵ですもんね。うん、二人とも頼みにしているぞ。信長に全てを語ってもらいたい。そのためならこの勝負受けて立つ。来るかは竜、ここは地獄。信長はあちらにいるよ。だが中央を進めば北の敵勢に脇腹を突かれかねぬ。まずは北の城を落とし、その後信長のもとへ向かうとし。こたびの戦いは力を振るう覚悟を信長に示すためのもの。この竜玄徳共に戦うぞ。僕の相手ができる強い人はいるのかな。総大将はあんまり強そうには見えないけど。ねえ、僕と遊んでよ。少しは持ってくれるといいな。私は力を振るい戦い抜くと決めたのだ。ここでひるむわけにはいかん。劉備殿が危ない。お助けせねば。案外やるけどまだ足りないかな。この程度じゃ僕は壊せないよ。かかったな。し
諸葛一族の名にかけて討滅してくれる。復兵とはだが、この程度で私の覚悟はくじける。五速者の強さはあなた譲りですね。やるのう、褒めて取らすのじゃ。腕輪の力を引き出せるのは雪村殿、直虎殿、彼らがいなければ信長も取り合ってはくれまい。二人とも慎重に進むのだ。勇んで無茶をせんようにな。この城は我らが包囲した。敗北を認め、武器を収めてくれるか。戦わずに負けを認めるなどできぬ相談。体は痩せても根性まで痩せ細ってはいない。門の先にはどんな敵が。幽霊と思えば顔色の悪い敵なのじゃ。違ったわ。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。腕輪の力は強力ですが、正直戸惑っています。何の鍛錬もなしに急に力がみなぎるのですから。私もただでさえ自分の体を持て余し気味なのに、それに格好もまだ慣れなくて。背後を狙わぬ無名、この城は押さえておかねば。銀兵にここの守りを任せる。信行殿、銀兵を頼む。お任せを。銀兵殿と共にここは死守いたします。信長のもとへ急ぐのじゃ。だがこの先にはそなたの父上もおられよう。親子で戦うことはない。そなたはここに残るんだ。ホム、そちは優しいのじゃな。さあ残るもので信長のもとへ参ろう。いかに苛烈に出迎えられようと絶対に引けぬ。目に見える記憶に留める。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。さっきより盛り上がってきたみたいだね。僕も混ぜてよ。大事な戦いの邪魔はさせん。しかしこの者どこから現れたのだ。この奥に信長は。心してかかりましょう。信長様のもとへは行かせません。乱参ります。そんなにあの人に会えない。私を満足させられたら通してあげてもいいの。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。あなたこそ古今無双の武人です。我が義を示す。
ちこりにある。いいね。だけどあともう少しかな。道は開かれた。みんな私に続け。いるのだ。何か手立てがあるはず。いやあ、いよいよ面白くなってきたね。今の必死な君たちなら楽しめそうだ。こんなところで余計な敵と戦わねばならんとは。余計はひどいな。もっと遊べばいいこともあるかもしれないの。信長の居場所から火の手が。だが雪村道は必ずやこの危機を脱して戻るはず。我らは劉備殿や雪村たちの退路を確保する。城に迫る敵を切り崩すぞ。はい、劉備殿、無事でいてください。おお、雲長が来てくれたか。お前が共に戦ってくれるならば安心だ。段階上げようかな。面白かった。俺にいいこと教えてあげるよ。あそこに信長が作った隠し通路がある。じゃあね。何？おお、ここを抜ければ外へ出られるぞ。雪村、感服いたします。私困ってます。助けてください。もののふの意地引くわけにはいかん。雪村、無事だったか。お前ならば切り抜けられると信じていたぞ。私も兄上の援護があると信じ突破しました。ここからは共に進みましょう。劉備殿、よくぞご無事だ。そなたたちの助けがなくば危うかった。よくやってくれたな。はい。全ては信長様のため。明智十兵衛光秀、参ります。
かける。来る勝利。これはまずいか。誰か援軍を頼む。五速茶の強さはあなた譲りですね。凄まじい気迫ですが、信長様はランガをお守りします。雪村、感服いたします。ねえ、あの人に会いたいんでしょ。だって私に地獄を見せてちょうだい。修羅を抜き、ここまで来た。その覚悟、信長に見せよ。信長、承知した。皆、私に力を貸してほしい。我らにて無情を示す。信長のもとへ。腕輪の力を借りたこの姿なら対等に渡り合える。もののふの意地。修羅を抜きここまで来た。その覚悟、信長に見せよ。信長、無双の武を示す。承知した。みな、私に力を貸してほしい。全軍、信長のもとへ。腕輪の力を借りたこの姿なら対等に渡り合える。もののふの意地、ここに示さん。修羅を抜きここまで来た。その覚悟、信長に見せよ。承知した。修羅を抜きここまで来た。その覚悟、信長に見せよ。敵を切りまくる。信長、承知した。みな、私に力を貸してほしい。全軍、信長のもとへ。教えてください、あなたの目的は一体。信長には我らの道を開くため戦ってもらっていた。まあ悪役を気取るにしてもちとやりすぎだと思うがな。あのお二人は。我らは戦界の住人。かつてお前たちと共にオロチと戦ったものだ。オロチ、破壊の意志と圧倒的な力を持つ魔王。かつてオロチは時空を歪め、お前たちの世界を融合した。己を終わらせる者を求めて。戦界の者が見守る中、お前たちは力を合わせオロチを滅ぼした。その後現れた妖者、そして絶対の破壊神をも倒し、皆元の世界へ戻ったのだ。ここで起きたことは全て忘れて。だが世界は再び融合した。オリュンポスの神ゼウスの手によって。ゼウスが作ったあの腕輪には二つの力が込められている。一つはオロチの力。これにより失われたかつての絆が徐々に結ばれ、オロチが作り出した世界が再現されていく。
だが魔王がいない状態で無理につながれたこの世界はあまりにも不安定だ。我らのように強い力を持つ存在が強引に介入すればたちまち壊れてしまう。そこでもう一つ、神や仙人の力を徐々に浸透させることでより強い存在を受け入れられるようにしているのだ。お前たちや信長が腕輪を使って戦ったことで世界の融合、そして強い力を持つ者の介入が徐々に可能になった。だから私も今ここにいるのだ。戦界でもなぜか一つ力のこもっていない腕輪を発見してな。調べたところ先ほどのようなことが分かったのだ。そこで私たちはイザナギの力を込め、この世界に偶然最初に招かれたナタに腕輪を託した。たまたま近くにいた信長と戦ったら腕輪が反応したからびっくりしたよ。イザナギってああいう苛烈な人が好きなんだね。あの力ってよっぽどの時じゃないと発動しないからさ、信長には本気でみんなと戦ってって頼んだんだ。なるほど、だからわざと悪役を。それもあります。しかし大いなる敵との戦いに覚悟なき者は不要。だから確かめたの、この人に抗うだけの信念があるか、もしくは共に戦うだけの力があるかを。あなた方の覚悟は信長様も認めるところ、以後は共に戦わせてくださいませ。数々の無礼許してもらいたい。我らはこの世界に来て妖魔に襲われていたところを信長殿に救われたのだ。思い出しただけで咳込むほど恐ろしい体験でした。恩を返すためこちらについていたが、信長殿があなた方を認めたのなら私たちにも否いはない。どうかよろしく頼む。ところで腕輪はなぜ戦界に持ち込まれたのだ？何か心当たりは？それが分かれば苦労はない。先ほどの情報も我らが懸命に調べたのだからな。オロチの大釜も知らない間に盗まれてたしね。ま、気づいたら戻ってきてたけど。そうか、一体誰が。地獄の開幕ぞ。戦なき地平見るために。地獄が好きなの。ラン、修羅に入ります。西畑がた諸葛公卿、各白星燃え上がれ闘志よ。分かった、すぐに肩をつけてやろう。僕が最強だって僕の力見せてあげるよ。これは執着。
貴様の才と器は我が父の片腕にふさわしい。人の王として我らと共に世を支配せよ。とつ国の天を滑る存在、新たなる世界、そして人の王。荒唐無稽な話だな。証として力を授けよう。貴様ならば使いこなせるだろうからな。魔王オロチ、私たちはかつてこの世界で戦っていたのですね。時折妙な記憶がよぎるのはそういうわけだったのだな。この世界が徐々につながっているように、記憶も少しずつ蘇っているのだろう。いずれ全て思い出すやもしれぬ。大変です。剣心殿の城が攻められてるみたいで、敵にはアテナって神様ともう一人神様がいるとか。もう一人、もしやアレスまでもが降臨したのか。アレス、ゼウスの息子だったか。神が二人となると厳しい戦いになりそうだな。それと宗妃殿と秀吉という方もいるそうです。秀吉様が、なぜ人をもてあそぼうとする神などに。そんなのここで考えてても仕方ないよ。僕さっさと戦いたくてたまらないんだ。ねえ、早く行こう。うん、確かに急いだ方がよかろう。剣心殿が心配だ。みんな救援に向かってくれ。
光秀殿のその髪。文王殿の武勇は素晴らしいですね。僕と君はいい関係だったね。無双の部、ここに極まれり。織田信長の真意を知り、劉備らは安堵した。織田軍、そして旋回の徐華と灘も加わり、連合軍はさらに盛況さを増す。しかし防備を固める間もなく、オリンポスの女神アテナが上杉の本拠に迫る。神の軍勢との戦いが本格的に始まろうとしていた。新たに敵の神が降臨した。その原因はやはり我らの腕輪にあるのでしょうか。違うとは言えぬな。だがそもそも神がこの世界に来なければ何も尋ねることはできない。私たちにとってもあまりに手がかりが少なすぎるのだ。むしろ神が動いてくれてよかったよ。ですが、この力を使えばまた敵が増えるかもしれません。なるべく頼らぬ方がいいのかもしれませんね。すまない、私が何も知らず不用意に腕輪を探させたせいで。ペルセウス殿のせいではありません。あなたはこの世界を救うため懸命に動いてくださっている。むしろ感謝しています。ねえ、早く行こうよ。僕待ちくたびれちゃったんだけど。あ、待ってください。ナタ殿。ナタめ、相変わらずせっかちな。さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いな。すでにかなり押し込まれているようだ。献身公のもとへ急ぎましょう。あの人たち、なぜ急に攻めてきたんでしょう。私の筋肉、信じるのかな。後ろ向きになるなど銀兵殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく魂で戦うのです。雪村殿は難しいことを言うな。ペルセウス、我らを欺き腕輪を盗んだ裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさぬ。落ち着け、アド。兵は廃してある。奴が引っ掛けられてくるのを待つがいい。何時が暴走、天も読みせん。間に合ったようだな。
救援者す。その死地ともに楽しまん。アテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか。彼女にも随分目をかけてもらっていたから。裏切ってでも私にはなすべきこと。だったか。雪村、感服いたします。好きにやれると思うなよ。蛮牛だったか。闘争見事、この地の邪は払われる。ですがまだ終わっていません。神勝と金継が前線で戦っています。なんと、急ぎ向かわねば。ヘルセウス殿、どうかなさいましたか。ああ、いや、驚いていた。雪村殿も銀兵殿も戦場に立つと人が変わるから。そうでしょうか。私、戦場でも普段も非力だから申し訳ないです。私では勝負にならん。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。父のことはテルセウスは所詮半人。人の血が時に愚行に走らせるのだろう。言うなどどうでもいい。私が奴に隙さえ見せなければ。お待ちなさい。この先には行かせませんわ。どうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるわね。か弱い君たちが僕を壊せるとでも。仕方ないな。現実を教えてあげるよ。これでお二人の元へ向かえる。影勝様、金継殿、しばしお待ちを。私を恥ずかしめるなんて、覚えておきなさい。あなたたちの顔、忘れない。その力で世に正しきをなされよ。この世界の人間の力は計り難い。思っている以上に強く、そして魅力的だな。ここで救援とは。地獄で仏、その義と愛に感謝するぞ。かたじけない。敵の増援か。ならばまとめて撃滅せ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。どこかに気の緩みがあったか。ほう、抗う。人間め、無駄なことと知るがいい。なんという大軍。覚悟を決める時か。形勢不利か。だがまだお前たちに倒れられては困る。私と中で食い止めよう。その間に戦場を脱するのだ。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。結構強いんだね。スサノオ、詳しい
説明は後だ。我らに協力しろ。どこにまた。ダク、我が力、欲しくは貸そう。ここは我ら三人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。しかし、雪村殿、ここは逃げよう。あの力、私たちでは太刀打ちできない。弱いはずなのに意外だ。悪くないね。力負けするなんて。お前の相手は私だ。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。やっぱりこっちへ来てましたが、しょうがないの。残念だが、ここは当選。大丈夫。なぜ。雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。救援の狩り、今こそ返す。ここは任せよ。お前たちは迂回し、太陽を確保するのだ。ペルセウス殿、行きましょう。あなたとならばどんな窮地も切り抜けられる。そうだな、私もそんな気がしてきたよ。おお、その力で世に正しきをなせよ。やっぱりスサノオは強いや。でも僕の敵を取らないでよね。ダーク、この世界の敵は手ごわい。我が右腕なる誰がいれば助かる。なぜ邪魔をする。人間がどうなろうと貴様らには関係あるまい。スサノオ、詳しい説明は後だ。我らに協力しろ。上官の後。ダーク、我が力、欲しくは貸そう。ここは我ら三人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。しかし、雪村殿、ここは逃げよう。あの力、私たちでは太刀打ちできない。弱いはずなのに意外だ。悪くないね。培ってきた武勇、見せてやる。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。やっぱりこっちへ来てまったが、しょうがないの。残念だが、ここは当選。いつなり殿、なぜ。雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。救援の狩り、今こそ返す。ここは任せよ。お前たちは迂回し、太陽を確保するのだ。ペルセウス殿、行きましょう。あなたとならどんな窮地も切り抜けられる。そうだな、私もそんな気がして。
やっぱりスサノオは強いや。でも僕の敵を取らないでよね。バク、この世界の敵は手強い。我が右腕なるナレがいれば助かる。なぜ邪魔をする。人間がどうなろう、貴様らには関係あるまい。お前は人間を知らなすぎる。奴らをあまり侮らぬことだな。バカどもだな。こうなったら腹くくるしかねえ。三成、あの二人を止めるで。あっぱれ。私が相手で我らにて無双の分を示さない。その勇気、アヤの心にも響きましたよ。それなりの腕だが、まだ未熟よ。さらに励め。なぜこうに抗う。人が神に勝てるとでも思っているのか。来た来た来た、キヨマサ、敵が来たぞ。大声出すな、バカ。イレオス様の命だ。ここは倒産。あと少しで逃げられるのに。どいてください。小賢しい姉を。どうあがこうと我らから逃れられはしない。
ジョカさんたち大丈夫でしょうか。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか、その時は今一度力を合わせましょう。ああ、不思議だな。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために船を用意しておいた甲斐がありましたね。急いで乗り込んでください。おお、これぞ天の助け。感謝するぞ諸葛亮殿。追っ手がかからないうちに急いで逃げましょう。俺はシュウ。綺麗に行けたね。結局城を守りきれず申し訳ありません。謝ることはありませんよ雪村。あなた方がいなければ私たちはどうなっていたか。救援者ス、あの敵は強すぎる。アテナにアレス、そして腕輪の力を扱える者が二人か。こちらも腕輪を使わねば勝つのは難しい。しかし腕輪を使えば敵がさらに増える危険もあります。一体どうすれば。今は思い悩む時ではありませんよ雪村。せっかく戦界の方々が足止めしているのです。まずは逃げ切ることを考えなければ。かかる。僕が最強だって分からせてあげるよ。天下無双の武、ここに極まれり。